ゼロ年ゼロ組史上最大の事件が起きる。さあ、分かりやがって。マジで。でもほぼ限界やもう。パクリ事件。今回はいよいよ脱落者が出る第6次試験。その内容は。女王蜂楽曲パフォーマンス試験です。私がやっているバンド女王蜂の楽曲から一曲を皆さんにパフォーマンスしていただきます。課題曲のタイトルはバイオレンス。人気アニメチェンソーマンのエンディング曲にも起用されたバイオレンス。女王蜂の楽曲は難しいとされています。なので相当な覚悟とそして皆さんの覚醒が必要だと私は感じています。そしてこの試験により次回2名の生徒がこの学院を去っていただきます。今回はミュージカル試験と同じく6人2チームに分かれて争うチーム対抗戦。この試験の鍵を握るのは両チームのリーダーレイとケント。お互い中学3年生、昔からのライバルの2人が地獄沼にはまる。自分として認めてもらいたいっていう、なんか口だけの人には負けたくないなっていうのは、自分もあるの。地獄へようこそ。ゼロ年ゼロ組。この日はバイオレンスのダンスレッスン初日。振り付けを作成したのは前回のミスターフォーチュンに続き BTS などの振り付けにも携わる世界的ダンスアーティストガンミのソータ。暴れるような楽曲に合わせた激しいダンス。チェンソーマンのチェンソーをイメージした振り付けや戦闘シーンを表現した振り付けなどかなりの難易度。そんな中ハイスペックレイ率いる A チームは上でいい、ダンスも揃ってきて順調。一方ケント率いる B チームは一回この時間は気になったとこ確認して次の実習の時には全部ちゃんと変わったとこ確認しよう。どうしようかね。そうしより、大しより。どこか緊張感がないメンバー。なんか意識が結構低いチームで、やばいねって話してたんですけど、うん、みんな結構口で言う割には結構やってきてないなって思ってて。そして対照的な2チームにある事件が起こる。左足を。ケントチームはレイチームに勝つために秘策を考案。振り付けのアレンジをしていた。切りながら歩くという振りの部分に より迫力を出すため回転ジャンプを加えてアレンジ。しかしこの時まさに事件は起きていた。もうやる前から笑いそうなんだ。
この日は先生に見てもらう両チーム合同のレッスン。ケントチームのアレンジも完成間近。一方ベイチームは健人チームが考えた回転ジャンプを真似し、より難易度の高いアレンジを加えていた。くそくそ、パクリやがって。まあ、悔しいよ。まあでもな、俺らでアレンジしてよな。俺らでアレンジして、うん、このなんか飛んでくるって回って切り攻撃するみたいな、うん、そしたらそこにね、まあちょっとある、あ、A のあるメンバーがその場に居合わせていてで、こっそり動画を撮ったみたいで来てみたら、なんか向こうのグループもやってたっていう、くそ、俺らがめちゃくちゃ考えた。真似された怒りが収まらないメンバー。持ってかれたんだよ。なんか帰るのもなんか悔しいよな。帰ったら、しかし、リーダーのケントはこうやってレッスンしてる中ではしょうがないし、まあ、悔しさがあるなら逆にそれをパフォーマンスでそのステージ上でぶつけていきたいなって思います。だがここからチームが崩れ始める。みんな高校生の上に行ったけど多分こっちなんだよ。あーね、痛い膝が。膝気のせいやね。あ、そうしたの。膝さ、死ぬかも。触れるだけで痛い。それもそれやんの怖いもん。本当に痛い。さっき最初からやる。どうする難しいなって思います。それぞれ意識とかも全然違くて、逆にこうレイとかはすごいなって思います。なんかそういう人たちをどうやって引っ張ってきてたんだろうって。この空気を変えられず次第に塞ぎ込むケント。本番まで残り1週間、恐れていたことが起きてしまう。この日は振り付けを作成した相田先生のレッスン。仕上がりを見た相田先生は、日本の音楽業界って全然練習しないのね。それって練習しないじゃなくてできないっていうシステムになっていて、だからみんなって今めちゃめちゃ練習できてる。正直このじゃあ一環でできなかったっていうのはあんまり許されない。今のさ、できない人に合わせてじゃあもう一回やろうか、正直その時間めっちゃもったいない。できない人に合わせる時間がもったいない。相田先生のレッスン後、ケントに異変が。それはもう、もっともっと自分では感じてて分かってるからこそ、なんかあんまり言わないでほしいっていう思いがすごい強くて、すごい辛かった。すごいいいチームいいチームって自分に言い聞かせて、うん、なんか逃げてった感はすごいあるんですけど。雰囲気が壊れるのを恐れメンバーに言えずに苦しんでいた。今日自分に話したいなって思うので、ここは一歩踏み出すしかないですもんね。ケントが苦しんでいる頃、時を同じくしてライバルレイはおかけください。はい、ありがとうございます。アブちゃん先生との委員長面談に臨んでいた。 ありがとうございます。するとここでも激動の時間が。私は才能は宝石だと思ってるんです、はい、うん、で
このクラスには本当にいい宝石が揃ってると思う。でも宝石は私にとっては、あ、宝石だなってちょっと一歩引いちゃうんですよね。なぜなら宝石は自分では引かれないから。だけど私はこの教室から何人かの星を作りたいなと思ってます。で、星がなんで輝くかっていうと、星は砕けるから光るんですね。砕けてないと光れないの。こんなこと言われると嫌かもしれないけど、レイさんは結構鎧が見えるなって思っちゃう。強くならないと、しんどかったから強くなった人なのかなって。今のお話を聞いてそうだなって思ったのが、僕自分の嫌いなとこなんですけど、あの結構なんていうの、完璧主義者というか、ものすごい何事に対しても本当に100の用意をしておきたいし、自分はすごい嫌なやつみたいになるんですけど、あの成績とか、そういうものでも結構あの周りよりは目立つというか、それあのクラスで一番だったりとか、学年で一番だったりとか、っていうものがあって、なんかそれを取っているうちにというか、それそういたい自分というか、なんか自分として認めてもらいたいっていう、なんか気持ちがあったのかなっていうか。幼少期から猛勉強を続け、学力は全国で2位、東京都では1位だったレイ。常に完璧でいなければならない。気がつけば幼少期から自分の心に分厚い鎧をまとってしまった。するとアブちゃんが自分の生い立ちについて語り始めた。あとは私はこの見た目で生まれたので、しこの性質だったので、話すと笑われるんですよ。関西弁やんって、黒い肌の人が関西弁喋ったって人笑い起きるんですよ。じゃあ人笑いで済ませる人オッケーって子供ながらに思って、めっちゃ綺麗なお嬢様言葉覚えたろうと思って、ご機嫌いかがでしょうかって。でもそれは私なりの反逆であり戦いだったけど、今は大好きな大好きな特技です。ヤバいを手に入れるために何が必要かっていうことをいち早くレイさんに伝えておきたいなと思って。ヤバい作るためって優しさが必要なんですよ。優しさってどうやって作られるかというと、どこまで心をボコボコにされてきたかなんですね。ケントさんが今日感情が爆発したと聞きました。この後ね、ケントさんに会ってほしいなって。レイさん本当に今求めてると思う、彼も。今ケントさんがその愛をすごく必要としてると思うから、運命的な日だと思うので。親友を救うべくレイはレッスン場に向かった。どっから話そうか分かんないんだけど、全然気づけなかったし、本当にそれがまずはめっちゃ申し訳ないなって思うと、同い年でさ、このオーディションで一番下でさ、なんかいろいろ不安になることがあるじゃん、最年少でいいだね、僕いるから、そう、なんかあったら話してほしいし。あ、するとケントが、本当に考えるの、最近こうレイがいなかったら、あのもうちょっと楽なんじゃないのかなとか考えるじゃん。でもレイがいなかったら今俺ここにいないんじゃないのかなって思って、これマジなんで。でもね、ケントがいなかったらこのオーディションにここまで
頑張れてないと思う。俺もそう。ケントがいるから頑張れてるし。頑張ろう。よかった、マジで。よかったです。僕いるから。うん。レイに後押しされたケントは、メンバーと話し合うことを決意。ちょっと結構みんな、ふざけるけど、その泊まるところがなかったりとかっていうのを話してて、で結構それに流されちゃうところとかがあるから、だからみんな多分本当にこの関係は壊したくなくて、だから今日この話してるけど、別に明日からすごい変に真面目になることはないし、やるときはやるってなってくれればいい。でもそれだけだから本当に。みんな多分思ってることあると思うけど。ああ、年下にこんなこと思わせてたのかっていうと、ちょっと申し訳ないな。ああ、本当にごめんね。メンバーも自分の思いを語り始めた。ちゃんとなんか。言えなくても、なんか自分自身もその空気に飲まれちゃって、ちゃんとこのままじゃいけないって分かってたけど、だから本当に申し訳なかったし、見て一週間しかない、頑張ろう。頑張ろうよ、うん、よし、やろう、やろう。ケントの踏み出した一歩によって B チームは動き出した。はい、はい、ここの手が伸びてる人もいれば、この辺もおるし、あ、それでだけど、あ、そこにはひたむきに練習するケントチームの姿が。ズンってやってからね、レラちゃん、ズンってやりながら、やっぱりこのチームになってよかったなっていうのがまず一つで、先週みんな結構言いたいことが言えたっていうか、思ってることを話してた。いよいよ本番、ケントチーム、レイチームの結末は、今から女王蜂楽曲パフォーマンス試験を行います。この試験では成績下位の2人が脱落します。まずはレイ率いる A チーム。ああ、また正夢ばかりむくんだ目を見開いた先にはロバラバラ色の君違う騒ぎ、いつまでも話足りないね、終わりの先の二人、ああ、この気持ちだけでやけどしちゃいたい Darling。君だけ君は怖がらないね、やっと出会えた、抱きたい、周りは見ないで目は開けたままでもいい、涙あふれるほどそっさうくらいなのキス、 YOWに僕らうまくやるジャムのようにかき混ざり、ケチュラス塗りたくる誰が止められる、二人だけのバイオレンス。するとこの後空気が一変する。ありがとうございました。お並びください。それでは A チーム、もう一度パフォーマンスお願いできますか。
一度お願いします。それではもう一度お願いします。それではお並びください。地獄のエンドレスバイオレンス、さらに二人の脱落者が決定、まさかの生徒が。本当にこのクラスに0年0組にかけてくれてありがとう。美しいなって思いました。Hulu 完全版では地上波に収まりきらなかった生徒大興奮初めての女王蜂ライブの様子も公開。本当に震えてました。さらにアブちゃんへのバースデーサプライズも。ぜひ60分を超える Hulu 完全版でご覧ください。